久保さんいやーあのー、鹿児島にですね雪が降りましたよ雪が <laughs> 雪が昨日か一昨日雪降ってくそ今日も寒いんですけどねえ鹿児島に雪降るなんて僕イメージなかったんですけどまあ実際4年かここ4年以上経ちましたけど一番最初三十何年ぶりの大雪っつって積もったんですよこの前はは場所によっってはちょっと積もっ 雪だるまもちょっと作れた場所もあるっぽいんですけどまあ僕のところはまあパラパラ降っただけなんですけどとりあえず寒いです <laughs> もうだって2月終わるのにね3月で異常気象かわかんないですけどねうんまあ何が言いたいかっていうとまあ行ってみないとわからないことがあるってことですね行ってみないとわからないことがあるしやってみないとわからないことがあるってことですねま久保さんがそのの世界の風俗 のチャンネル紹介してましたけど、まあ言ってみないと、やってみないと分かんない体験ってあると思うんですよね。うん。だから人生において多分一番大事なことがあるとするならば、新しい経験をする、新しい体験をするっていうことが多分人生で一番充実させるために重要な要素なのかなと思いますね。だ逆に言うと、 何もちょ何もやってない人、何も挑戦してない人、何も新しい体験をしてない人、いろんな国に行ってないとか、いろいろな県に行ってないとか、多分久保さんも47都道府県回って、まあ、47都道府県回ってない人に比べると、いろんな見えないものが見えたと思いますし、うん多分人生のね、なんか久保さんにしかわからない充実があったんじゃないかなと思いますね。うんやっぱりその、 あまあ今はコロナなんでそんなに外出はできないと思いますけどもまあ家で新しいこともできるわけじゃないですか動画を撮るとかねうんまあ僕も最近の新しいことはこの椅子をねあのお客さんにワイオクっていう形であのオークションかけるんですけど <laughs> 新しいチャレンジですね椅子の PV なんて人生で初めて作りましたね椅子の PV <laughs> 椅子の PV 初めて作りましたね まあ、構想から編集まで2時間でしたけど <laughs>。すごいロケでしたね。簡単なロケでしたね。自分で撮影して。まあ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 、なんかいろいろやってみるってことは大事ですよね。うん。はい。いってらっしゃい。